吉田さん、はい、あと15分ですよ。もう刻々と出発まで、もう今ね、11時45分なんで、あと15分いよいよですね。はい、吉田どうですか。いや、もう燃えてきました。ガスケツになった…ガスケツしないように、ガスケツしないように、ガスケツ、はい、お願いします。吉田どうですか。頑張ります、はい、全力で、はい、楽しみたいと思います。そして、はい、頑張ります。はい、もうスタートドライバーに任せて、まず頑張りましょう。なんかこれ被ると可愛くないですか。可愛い感じになってます。可愛い感じだ、ね、頑張ります。はい、そしてね、実は普段穏やかですね、このことがちょっとね、ピリピリしてるんですよ。とレースは落ち着いていきたいと思います。ね、そうですよね。もう悔いのない、はい、レースしてほしいなと思います、ね、そうですね、はい、なんか最後に女神さん全力出して、はい、あの0か100で頑張っていきましょう、はい、私たちのチームは、はい、100か0にしてください。0 か100にしちゃうと、0が先にしちゃうと、0が先にしちゃうと、100か0で頑張っていきましょう。はい、すみません、これいいですね、これね、ジェさん頑張っていきましょう。スピードを先頭に各マシンがグリッドを離れていきます。さあ、いよいよ今年2022年のメディア対抗ロードスター4時間耐久レースが始まります。果たしてどんな展開になって、勝つのはどんな。ストレート、今フラッグが振り下ろされました。スタートが上げられます。さあ、各マシンが今スタートを切っていきます。今ネックスピードを先頭に1コーナーを回って、おっと、ちょっと3ガイド気味。2 3 4 5 4 3 2 1 5 4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  4 3 2 1 5
画面には伝わってないと思うんですけど、手めっちゃ冷たいです。ありがとうございました。はい、計測エンジン、エンジン、エンジン測ってる。行きます。みんな、みんちゃん、慌てないで。はい。ね、お願いします。これが遠いかな、これぐらいかな。あと30秒。
最高のイメージは何ですか。僕の中ではトップ10まで戻りたい。トップ10。地獄は？地獄ガスケツで止まりの。ゼロか100かですか。はい、ゼロか100。ピットロード入りました。と一緒に僕は現地に行って、山田さんは解説で、はい、で僕は実況で放送してたんですけれども。ましたが、さらにやっぱり500号車ドライバーズミーティング、はい、やっぱりゲーテ止まった、はい、あと1分ちょうど乗車タイム、寒かったけども、まあでもさ、やってみると、なんか、すごい、
感動みたいなのあるよね。本当ですね、なんかものすごい最後一体感生まれましたね。そうそうそう、最後ね、19位から10位まで乗ってきたでしょ。すごい感動になりました。なんか大人になってからこんなチーム感感じることなかなかないから本当だよ、なかなかね。すごい面白かった。お疲れ様でした。頑張りましたね、最後お疲れ様でした。最後みんなゆっくり走ってたんで、うん、あのもう皆さんが眠気損をしてくれたおかげで最後まで持つことができました。でもね、はい、ということは19位の10位ですよ、10位まで、はい、ね、で10位までやるっていうふうに言っていたからね。まさに、確かに有言実行だよね。有言実行は崩しましたよね。よかった。でも何位に上がってるか全然分かんなくて、みんなゆっくり走ってる車をどんどん抜いてたら気づいたら10位って言われて、えっと思ってびっくりしたんです。どうでした？いやでもすごいっすね、あの最後の最後で本当にあと2分とか3分ガス欠になった車あったじゃないですか。だから本当もし自分たちが走ってる時ちょっと一瞬でもし踏んでたらと思うとちょっとドキッとしましたね。そういうのあるよね。ありますあります。よかったと思って。どうでした？いやもうあのタスキはちゃんと渡して、うん、ガスケットだけは嫌よ。嫌よ。嫌でしたね。本当にあれね、本当によかったですよね。どうでした？僕は大ブレーキだったんですけど、多分あの燃費が持った原因の半分は僕だと思います。でもあれですよね、この前最後18秒台出したじゃないですか、はい、これって来年につながりますよね、はい、そうですね、もし来年あるんであれば、うん、逆に18秒のところからスタートできる、ね、そうなんですよね、はい、それでも勝手分かんないからね。でもすごい楽しかったです。なんかね、ほら入ってきてそこでなんか周りが、ね、レースやってるわけだから、どういう感じなんですか、もう周りがぐるぐる回ってる中で、ね、こういうの入ってくるっていうのは。いやもう逆にあカートとかちょっとやらせていただいてたんで、まあ、後ろから速い人が群れてきたらもう前見るミラーを見て、あの人こっちから抜いてくるなとか、こっちから抜いてくるなって膨らまないとか、そういったことにちょっと注意をして、その後に空いたスペースで自分のペースで走るみたいな、そんな感じで走ってました。していただけると嬉しいなと思います。どうでした？いや確実にあの国産さんと合わせてご利用になられたと、こちらの工場をきれいにご協力いただきお願いいたします。なんか仲間意識がなんか出てくるね。国産さんと合わせてご利用になられたと、こちらの工場を都内の製造も一緒に行っていただくようお願いいたします。またぜひやりましょうね。やりましょう。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。